メルプチ、メルプチ始まるよ。あいうなぴーです。研究生のゆりです。アンニョンジュニだよ。研究生のひなたです。今回なんですけど、はい、どんな企画をするかと言いますと、ノートの取り方、みんなのノートの取り方を紹介していこうと思います。みんなどんな風にノートを取ってますか？どんな風に？どんな風に？綺麗ですか？しっかり。あ、やっぱり普段プリントだからな。あ、そうだよね。いやでも、まあ、自分なりに、まあ、頑張っては、うん、綺麗なノートじゃなきゃ勉強する時もやる気出ないと思うし、確かに、ね、テスト勉強の時も勉強しなくちゃいけないけどノート汚かったらってなっちゃうからノートの取り方を紹介していこうと思います。せーの、レッツゴー。見せたいよって方とかいないです。あ、じゃあいいですか？私、はいはい、国語のノート今から紹介したいと思います。私はキャンプス、キャンパス、キャンパスのノートを使ってます。私のノートはこんな感じです。大人と子供の話が出てくるんですよ。赤色と青色、うん、そう、赤と青、うん、上が子供、赤にして下を大人で青って書いて分かりやすいようにしてます。あと他の重要なところがあったらこのオレンジで書いたりして、色は3色以上は使わない方がいいらしいのでそれを意識して書くようにしてます。うん、見やすい。こう段落ごとに分けられてて、うん、なんかすごい綺麗、うん、嬉しい。なんか自分のさ字あんま好きじゃないの。あ、分かる、めっちゃ分かる。なんか3色しか使わないって言ってたけど、うん、なんで？なんかさ、いろんな色いっぱいあったらごちゃごちゃしない？うんうんうん、まあ、せめて3色ぐらいがちょうどいいかなって自分的には。まとまって見える。え、しない？え、逆に色使わない。使わない？1色しか使わなくて。え、1色？テストに出そうなところだけ青のマーカーか、うん、とりあえず色つけて、うん、ここって、うん、まあ、参考にしてみてください。はい、こっちの方が綺麗。いやでも一番はやっぱ自分が分かりやすいように書くことが大事だと思うので、うん、それぞれに合ったやり方を見つけてほしいなみたいな思いますね。はい、次は次、じゃあ私数学いっていいですか？数学は綺麗に撮ってる自信があるので、うん、ちょっと数学を紹介していきたいと思います。うん、こういう感じです。どんだけノート取ってもわからない問題とかがやっぱあるので、色を結構やっぱ重視してて、これって決めた色しか私使えないので、紫は公式みたいな、この式の順番だったり、この順番で分配法則していくのが答えになるよとか、元から決まってることとかをしっかり忘れないように書くのが紫にしていて、先生がここ大事だよとかこうした方がいいよって言ってくれるのをピンクにしてます。このはてなとか、自分がなんでだろうって思ったことを今から先生に聞こうって思うことを茶色で書いてますね。うん、この3色を私は結構使い分けてます。茶色と紫ってなんかなかなか使わなくない？珍しい。珍しい。なんかみんなが使わない色の方が、ね、個性的だなみたいな。引き出しで書いてて、先生が計算これ難しくないみたいな、もっと簡単な計算にしないみたいな感じで問いかけてくれたのを覚えれるように引き出しにして書いてます。めっちゃ綺麗にまとめられてる。引き出しとか可愛い。可愛い。可愛い。ノートなのに、もう本当に私字って感じのノートなんで、引き出しとか書き方が可愛くて参考になります。シンプルだしめっちゃわかりやすい、うん。参考にしやすいね、みんな。うん、茶色をさ加工って先生に後から聞こうっていうのめっちゃ天才だなって思った。いやもうですよね。天才だね。ですよね。自分で考えて、自分で考えました。すごっ。ここに書いてるだけじゃなくてちゃんとそれを聞きに行ってもらってるの。うん、30% 聞きに行ってるみたいな。あ、30%。じゃあほぼ聞きに行ってない。まあなんか隣の人にでも。じゃあ次、り紹介したい人。パソコンなんですよ。パソコンの、はい、パソコンなのでノート取らないんですよね。私はなんかワーク付きのノート穴埋めなのでこういう感じです。あ、教科書の横がもうノートになってんだ。はい。すごい。あ、これはまだノートが配れなかったのでプリントに書きなさいって言われて書いてます。やばい、細胞分別とかめっちゃ懐かしい。やばい、やった。染色体とかも板書を写しただけって感じです。めっちゃいいね、これ、うん、このやり方頭に入りやすい。全員が全員こんなノートを持ってるわけじゃないと思うので、うん、でもルーズリーフって紙ですよね。
紙にノートとか取って教科書に挟んだりすると、教科書持ってるだけでパッて見て復習がしやすいと思います。だから、うん、おすすめです。私も理科のノートあるんですけど、こんな感じでテストとかで出やすい言葉をオレンジで書いてて、赤シートを照らすと文字が消えるじゃん。テスト勉強の時に役立てるように書いてます。赤シートって持ってるんですか？英語の単語帳に挟んでない？あ、わかる、挟んである、挟んである。100均とかでも売ってるから。緑シートもあるよね。そうなの？赤しか見たことない。うっそ。緑は青？あるよ。そうなんだ。でもなんかそういう青とかって集中しやすい色ってよく聞いたりする。うんうんうん。リーシャーシャー持ってる人。あ、プリントしかないです。社会の授業にないです。社会もパソコンです。わあ、ジェニーちゃん。はい、さすが。私が持ってるので見せます。またキャンパス。はい、また全部キャンパスです。キャンパス、こんな感じです。工夫してる点としては絵を描くことです。炭鉱の小さい通路ってやつ、なんか想像つかないじゃん、だからそういうのを絵に描いたりして、あら、かわいい、わかりやすくしてます。自分だけでもわかる絵ってやっぱあるから、なんかあるね。他の人がわかんなくても自分が理解してればいいっていう意味でも絵って結構描いたりするかも。大事ね。グラフとかもね。あと意識してる点としてはマスに沿って描くとか、あと横の描く場所を揃えるとか。それは大事かも。大事。結構わかりやすくなるよね。大事。ということでこんな感じです。なんかさ、さっきからさ、私ばっかのノート見せてない？まあ、みんなノート持ってきてない感じ。いや、だってフリー。でもさ、なんか結構さ、ここにあるの見え見えなんだけど。たくさんありますね。ちょっとなんか見せてもらってもいいですか？家庭学習で使ってるノート見せたいと思います。歴史です。テストで出そうだなって思ったところは青で色をつけて、青で全部統一してるの？はい。その理由って何ですか？さっきもキラッと話したように集中しやすい。実践してみてどう？効果ありそう？いや、次のテストがそれなんですよね。あ、そっか、テストでか。まあ、頑張ります。あと3日後です。もう、それこそさ、これ緑シートで多分隠せるよ。うわ、黒くなるの。やってみます。実践してみてください。ありがとうございます。最後は英語ですね。英語ですね。はい、はい、任せて。英語を紹介したいと思います。ノートっていうノートじゃないというか、サイズが、そう、サイズがでかめなんですよ。このでかめな理由は、英検のプリントを配られた時にこのサイズだとはみ出ちゃうんですよ。あ、わかる。だから先生が紙を切ってる時間があったら英単語を3つ覚えなさいって言うんですよ。ノートのポイントはこの英検の問題で、あ、この単語わかんないとか思ったら翻訳使って単語を調べる。熟語とかはこっちに書くのちょっとしんどいんで、ここで赤ペンで書いてます。あとは英語のリスニングを間違えたところを赤ペンでピッピッ。あ、これ全部ミス？あとかザとか。え、本当に無理。ノートってやっぱ綺麗だな。ノートにまとめるのってすごいなんか整理されてていいなって。確かに。改めてね。はい。思うよね。大事なことだね。はい。ということで、今みんなのね、ノートを紹介して、あ、私ここやってないから真似したいなとか、思った人もいると思うんですよ。なので、今からノートにそれをみんなでまとめていこうかなって思います。みんなペン持ってる？持ってまーい。持ってます。返してください。じゃあ最初は、見出しかな？きれいな、ノートの、取り方、区画を書いて、ポイントとかを書いていきますか。はい、ポイント丸一。色ペンは3色まで。まあ、でと。え、どうやって書く？え、こうする？こう。うん、わかる、同じ。わかりやすいから。ごちゃごちゃしないように。ごちゃごちゃしないように。丸二。ジェニーの理科のノートでオレンジいっぱい使ってたじゃん。だから赤シート。オレンジペンで書く。赤シートを使って復習するため。よし、いいですね。じゃあまた3番だってを揃えて書く。なんかちーかわいい。やばいやばい。見やすくするため。え、なんか全部ひらがなじゃん。まあまあまあ、まあ、かわいいから。そうだよね。あ、あれは吹き出しとか使って見出しを工夫するとか。理由はポイントが分かりやすい。
例えばこれはこういうのだったり、うん、こういうのだったり、うん、私も書いたけどこういう木立ち型にしてみるとかが具体例であるかなって思います、うん、超かわいい、ね、やっぱ書き慣れてるね。え、なんか色とかも書いてみる。うん、うん、ポイント理由のところに、うん、そうそう、理由のところに線を引いて覚えやすくしたり、うんうんうん、答え書く欄を書いて、どういうこと、何でジェニーの答えがジェニーだから隠したら分かんなくなる、うんうん、じゃあこんな感じで分かりやすいノートの取り方を書きました。縦も揃ってるし、理由が分かりやすいように線引いたりとか、うん、そういうのがやっぱノート全体的にもまとまってるかなって感じですね、うん、いや自分の取るノートと比べてこんなに変わることができるんだってすごい感動ですね。参考にできるのでぜひしてみてください、うん、はい、はい、せーの、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。一番はやっぱ自分が一番分かりやすいように書くことが大事だと思うので、うんうんうん、それぞれに合ったやり方を見つけてほしいなみたいな思いますね。はい、はい。